皆さんこんにちは、市岡元気です。さあ今日もね、実験始めていきましょう。先輩、さあ今日はですね、どんな実験をやろうかと思うと、先輩どうしました、どうしました、ハイチさんどうしました、あれ完全にゲストのテンションですけど、これうちのチャンネルです。あ、そうでしたか。じゃあちょっと実験始めていきましょうか。はい、すみません、はい、よろしくお願いします。今日はあの光の実験をやろうと思うんですけど、はい、まあ、僕もあの学校の実験から離れて結構経つので、はいはい、ハイチさんにいろいろね分かる範囲でちょっと説明していただいて、はい、僕実験やりますので、あ、お願いします。ちょっと一緒にみんなに面白い実験を見せていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。光の実験をやるために、はい、超強力レーザーポインターを用意しました。すごいらしいですよそれ。これ2019年で一番最強のレーザーポインターです。これさっき持たせてもらったんですけど、めちゃくちゃ重いんですよね。重いです、びっくりしました。これこういうね、スモークマシンで煙を焚くと、それでレーザー光が見えるようになるので、なるほど、ちょっとスモークを焚こうと思います。はい、あのコンサートとかでもレーザービームとかで演出あるので、 あれすごいスモークを焚いてやってるんですね。確かに小学校の時は光は反射するっていうことを勉強したと思うんですけど、中学1年生では水の中に光が入ったらどうなのかっていう実験をねやりますので、はい、それをこのレーザーを使って実験できればと思います。はい、ハイチさんに光をここ斜めに入れてもらって、はい、水の中に入ったら光はどうなるのか見てみたいと思います。はい、じゃあ電気を消してください。いきます。はい、どうでしょうか。ね、もうちょっと斜めにしてもらうと、そうですそうです、まっすぐ出た光がまっすぐ行かずに下に行ってますね。光を水中から空気に出したらどうなるのか、はい、やってみましょうか。 OK です。はい、さっきと逆方向に屈折してますね。はい、はい、これが入射角と屈折角がね、こうどっちが大きくなるのかみたいなのがよく狙われるので、よくわかる解説。どうもハイチです。今ですね、2パターンの実験をしました。1つ目が空気側から光を入れたパターン、そしてもう1つが水側から光を入れたパターンやりました。で、今は水を使って実験をしてるんですけど、テストのね内容としてはここがガラスのこともあります。空気からガラスに入れると、ただガラスも水もどちらも進み方には変わりはないので、ここセットでぜひ覚えちゃってください。で、まず1つ目、空気側から光入れましたね。こうやってね、その時のポイントとしては、この境界面って言うんですけど、ここにぶつかるところに垂直に線を引きます。で、本当だったら光はまっすぐ、こうやってね、進むはずなんですけど、実験で見てもらったように、こっち側に折れます。これを屈折って言います。まっすぐ進まなくて曲がったんで屈折ね。で、この時に大事なもの、もちろん屈折っていう言葉も大事なんですが、この部分の角度です。ここを入射角と言います。まあ、テロップ出てると思う。入射角ね。で、ここを屈折角と言います。入射角と屈折角。で、1個目のミスとしては、入射角と屈折角の場所を、こことここに間違える人がいるんですけど、こっちね、境界面に垂直のこの線とこの角度です。こっちじゃないから。この角度とこの角度と覚えてください。で、入射角と屈折角の関係は見てわかるように、入射角の方が大きいんです。屈折角の方がちっちゃくなります。で、ここでね、個人的なお願いとして、この実験、まあ、よく出てくるこのね実験問題解くときに、屈折角の方が小さいという覚え方をしないでください。これはダメです。ダメですっておすすめしません。どう覚えるかっていうと、この水とかガラス側の角度の方が小さいよね、空気側の方が大きいよねって覚え方をしてください。今見てわかるように、入射角、空気側の角度の方が大きくなってますよね。こうやって覚えます。それはなぜかっていうのは後ほど。さて、画面切り替わりまして、今度は水側から光を入れるパターン、つまり2つ目のね実験の方ですけど、これもまっすぐ進みたかったんですが、この空気の水の境界面のところで屈折が起こります。で、見てもらったようにこっち側に折れましたよね。こうやって進んでいきます。いい？水とかガラス側から光を入れた時はこっち側に折れていくと。で、なんでさっきその空気側と水側大小をこうやって覚えてほしいかっていうと、今こっちから光を入れたので、光を入れた側が入射角です。こっちが、これが入射角で、屈折角は屈折した方の角度なんで、ここになります。これが入射角と屈折角です。
見てわかるように今回は屈折角の方が大きくなってますよね。なので屈折角の方がちっちゃいって覚え方をしてしまうとここでパニクります。え、屈折角の方が大きいじゃんみたいなね。だから空気側と水側で空気側の方が大きくなるんです。入射角と屈折角は入っていった方が入射、屈折した後が屈折と角度のね名前はあまりパニックにはなりにくいので、その空気側の方の角度、今回は屈折角になってますけど、こっちが大きいというふうに覚えておきましょう。これで角度をより平たくしていく、なんですかね、これ、なんて言えばいい、まあ、こういうふうな角度ですね、こっちにしていくと、角度を変えていくと、おー、すごい、すごいな、これを前反射と言いますね。水からその空気中に出ていかなくなって全部反射しちゃうんですよね。全くね、上の方にはレーザー光出てこなくて、全部ここで反射しちゃうという。ゲームをやりたいなと思いまして。ゲーム、はい、はい。光の反射を利用したゲームですね。了解です。鏡でこのレーザー光を反射させて、はい、そしてあそこにあるくす玉を割ろうという。はい、結構これは難しいんですか、もしかして。ちょっと難しい。あ、了解です。はい。頑張ります。はい。あ、すごい。反射させて。これだって、先生当てないじゃないかな。どこだ？ああ、うまい、うまい、うまい。じゃあ行きます。はい。待って。お、来た。来た。よし。高っ。あ、待って、待って。お、ちょっと。お、ここか、ここか。お、いいね。お、いいっすね。いい感じ。よし、行け。じゃあ、同じ場所を何秒間か。うわー、来た！ということで、真っ白どうでした鏡もいろいろとありますけど、はい、だんだん弱くなっていくし、はい、遠ければ遠くなるほどね、エネルギーがちょっと小さくは少なくはなってくるんですけど、当てたところに、はい、同じ場所にちょっと数秒間当てないと解けないんですよね。ああ、なるほど。それが難しかったんですけど、僕たちのこのコンビネーションのおかげで、そうですね、バッチリでしたね。ありがとうございます。よかったー。で、今回あの元気先生のチャンネルの方でも実験させていただきまして、はい、ああ、そうですね、お邪魔させてもらいましたので、はい、概要欄の方にリンク貼っておきますので、見てみてください、はい。嫌な予感しかしないんですけど確かに。じゃあ行きますか。おっ、